中国駐車関書籍記者有限講師は中華、人民共和国チャン水省上州市にあるディーゼル、機関車メーカー。関書籍記者賞は1905年に創業。英国資本で建設された、コネイ線の車両研修基地として、長古線の雲母浜、長華浜間に、上海五小機械省が1907年竣工し、コネイ鉄路総管理所に属した。 1932年に第一次上海事変が勃発し、交渉は大きな被害を受けた。中華民国鉄道部並びに国民政府軍事委員会の研究報告を受けた、国民政府は五省気象の赤書籍への移転を決定。1936年10月に移転開始、1937年8月に移転終了とともに赤書籍気象と解消した。 1937年に日華事変へ突入、第二次上海事変が始まると工員は続々と避難し、一部は創設間もない株式スへ移動した。1937年11月に上州及び赤書赤気象が占領され、同年12月鉄道連隊1個作業小隊が交渉に進中、赤書赤気象は竹進工場に、 1938年12月には、上州工場と改称され、下中鉄道に所属した。終戦後、元の赤書赤気象に戻し、京国鉄路管理局に属した。国境内戦が激化し1949年に、上州と赤書赤気象が解放されると、最初は、江南鉄路管理局に属したが、解放軍が上海に到達後、上海鉄路管理局に、 移管された。その後何度かの改装を経て2000年9月に中国南社集団の参加となり、2015年6月、南社と北社の合併に伴い現在は中国中社集団のグループ企業。HXN5 バイトディーゼル機関車を留集機関区2016年。ありがとうございます。